はい、それでは音のスペクトルというものについてやっていきます。以前に音の3要素のところで音を目で見るっていうのをやったと思うんですけども、その時に使った Web スペクトラというアプリを使います。これがあの Web スペクトラの画面ですね。上があの波形と呼ばれるもので、前はやんなかったんですけども、下がスペクトルというものです。で、この音っていうのは実は 1kHz と 2kHz と 3kHz を同時に、まあ、同じ強さで、まあ、発生させてるんですけども、その時に、まあ、スペクトルっていうのはどういう風になるかってことなんですが、横軸が振動数で縦軸が振幅を表しています。まあ、つまり、まあ、どういうスペクトルを見るとどういう振動数の音がどれだけ含まれてるかっていうのが分かるっていうことです。ここに3つ見えると思うんですけども、それぞれ 1kHz、2kHz、3kHz のところにちょうどなんか1本のラインが見えると思います。まあ、横軸が kHz っていう単位なので 1、2、3のところに、まあ、それぞれ出てきているっていうことです。はい、それでは Web スペクトラを使って音のスペクトルについて見ていきたいと思います。下に出てくるのが、まあ、音のスペクトルと呼ばれるもの。横軸が振動数、まあ、キロヘルツですね、表していて、縦軸が振幅を表しています。これの意味をちょっと見るために 1000Hz の単音、まあ、1000Hz だけが鳴ってる音っていうのを出してみたいと思います。そうすると、あの 0.8 と 1.2 の、まあ、ちょうど1のところですね、 1kHz、まあ、つまり 1000Hz の音がこう今鳴ってる、まあ、これだけが鳴ってるってことが分かります。で、次にあの 2000Hz も出してみたいと思うんですけども、これ今 2000Hz ですね。2000Hz の単音です。そうすると 2kHz のところに、まあ、ラインが見える。つまりあの 2kHz の音が鳴ってるってことがわかります。はい、それであの人間の声っていうのを、人の声っていうのを出してみたいと思うんですけども、あそうすると、あの人の声っていうのは、実はいろんな振動数の音あを含んでるっていうことが分かります。このようにあのスペクトルを調べると、まあ、どのような振動数の音がどのぐらい鳴ってるかっていうのが分かります。はい、先ほどあの Web スペクトラを使って音のスペクトルというのを見たと思います。ただあの実際にパソコンで、まあ、マイクを使って録音してみれるのは実はまあ音の波形なんですね。でそこからあのコンピューター上で、まあ、計算をして、まあ、スペクトルというのを表記をしています。で今となってはあの、まあ、リアルタイムでまあスペクトルが見れるようになったわけなんですけども、まあ、それをあの、まあ、高速で、まあ、計算をしているわけです。でその時にまあ使われている数学というのが実はこのフーリエ変換と呼ばれる、まあ、有名な数式があるんですけども、まあ、それを使っています。まあ、ちょっと難しいと思うので、まあ、詳しい解説はしませんけども、もし興味があったら、まあ、この辺の、まあ、数学についても勉強してみてください。はい、それではあの弦楽器についてやっていきたいと思います。弦楽器について考える前にスペクトルについてちょっと復習してみようと思います。まずあの単音のスペクトルです。単音の、まあ、これ 1000Hz ですけども、 1000Hz の単音ではまあこのように、まあ、1つの箇所に、まあ、ラインが見えることが分かります。次に人の声ですね。あーあーってやると、規則正しい振動数の音が、まあ、鳴ってるということが分かります。で最後に、ハスキーボイスやってみますね。っていう風にやると、今度は規則正しいんじゃなくて複雑な振動数の音が、まあ、同時になっているということが分かります。はい、弦楽器の代表的な例というのは、まあ、ギターだと思うんですけども、
ギターを弾くとどのような音が生じるかというのを、まあ、音のスペクトルを使って考えていきたいと思います。先ほど あの動画でも見たと思うんですけども、まあ、3つ用意したので、まあ、ギターの音っていうのはどういう音なのかっていうのをちょっと仮説という形で考えていただいてもらいたいんですね。ある振動数の音が1つ生じるのが1番、2番目は規則的な振動数の音が同時に生じる、3番目は複雑な振動数の音が同時に生じるです。あのさっきのハスキーボイスみたいな感じですね。実際ギターの音っていうのはどういうスペクトルになると思いますか？はい、それではあの先ほどの仮説を確かめるためにギターのスペクトルを見てみたいと思います。今実際にあのギター持ってるので、まあ、弾いてみたいと思います。はい、どれがあの正解か分かりましたかね。2番ですよね。あの規則正しい振動数の音が、まあ、同時に発生してるっていうのが分かったと思います。はい、先ほどあのギターのスペクトルを見たと思うんですが、あの規則正しい振動数の音が、まあ、同時に発生してるっていうことですよね。で、それがあのなんでそうなるかっていうのを考えていきたいと思います。これあのギターなんですけども、ギター弾いた時って、まあ、実際肉眼ではちょっとどういう振動してるかっていうのはちょっと分かりづらいですよね。そこであのこういうのを用意しました。これあの左側があの記録タイマーっていうやつで、斜面の実験とかをする時にあの台車を転がしてまあ点を打つ時にまあ使うようなものです。でこれの先にまあ紐を取り付けてあるんですけども、こういうふうにすると、まあ、紐の振動、まあ、弦の振動と同じですけども、それがよく見えるっていうことになります。ちょっと見てみてください。まあこんな感じにすると、まあ、左側からまあ振動を生じさせてるんですけども、波がこう左右にこう行ったり来たりしてるように見えないですよね。まあどういうふうに振動してるかというと、その場所でこう、まあ、上下に揺れてるように見える。でこの波のことを、まあ、実は定常波というふうに呼びます。で、先ほど あの、まあ、規則正しい振動数の音っていうのは実はあの倍音と呼ばれるものです。でつまりあのギターを弾くと倍音が生じるというふうに言い方をします。でこれがなんで倍音が生じるかっていうのを、まあ、考えるんですけども、先ほど見たあの定常波ですね。ギターっていうのは、まあ、両サイドは固定されてるので、まあ、こういうのを固定端っていうんですけども、まあ、条件によってさまざまなあの定常波が生じるんですけど、ギターをまあ普通に弾いた時っていうのはこのような定常波が同時にあの生じてるっていうことが分かっています。で、この定常波っていうのは実はこれ何が違ってくるかっていうと、実は振動数がそれぞれ違います。で、これはまあ高校の物理であの詳しくはやるんですけども、最初の1倍音のやつを基本音っていう風にすると、2倍音3倍音っていう形で、実はあの振動数が、1倍2倍3倍っていう風になってるんですね。でこれ例えば、基本音が 300Hz だった時に、600Hz 900Hz の音がまあ同時に鳴っているっていうことをあの意味しています。なので、ギターのスペクトルを見ると、まあ、こんな感じになったと思うんですけども、300、600、900っていう形で、まあ、規則正しい、まあ、振動数の音が鳴るっていうことが分かります。で、これのことを倍音っていうふうに呼んでいます。それではあの先ほどのギターのスペクトルというのをもう一度見てみたいと思います。この一番左側にあるやつが、まあ、一番低い音です。これが基本音です。これあの大体 0.4、ここは 0.4 なので、ここは 0.1 ぐらい、つまり 100Hz ぐらいですね。これは基本音。その隣にあるのが2倍音ですね。これが 200Hz ぐらい。で3倍音、これが 300Hz。っていうふうにあの実際にまあ上の方まで含めてあのこのように倍音が鳴っているってことがわかります。はい、ギターがあの倍音を含むっていうのを分かったと思うんですけども、まあ
楽器とか音の研究をする場合には、まあ、スペクトルを調べて、倍音どういう倍音が鳴ってるかっていうのを調べるんですね。それは何でかっていうと、含む倍音で音色が決まってくるからなんです。で、それがどういう意味かっていうのをちょっと話したいと思います。例えばまあこういうスペクトルが出てきた時っていうのは、まあ、基本音と2倍音が鳴ってることになりますよね。そうすると、まあ、このような、波形が同時に生じてるってことになります。で、例えばこのようにすると、まあ、基本音とまあ3倍音が同時になってるってことになります。このスペクトルだと。そうすると、まあ、波形としてはまあこういう風なのが同時に生じてるってことになります。で、実は波っていうのはまあ合成波と呼ばれるものがあって、この2つを例えば合成するとこういうような波形になるわけですね。で、この2つを合成するとまあこういうような波形になるってことが分かります。つまり含まれる倍音によって、波形が異なってくるってことなんですね。で、波形が異なるということは、まあ、それで音色が決まってたと思うんですけども、まあ音色が違うってこと。つまりどういうことかっていうと、まあ、スペクトルを調べることによって、まあ、どういう音色になるかっていうのが実は分かるってことなんですね。はい、それでは管楽器についてやっていきたいと思います。管楽器っていうのは、まあ、いろんな種類があるかと思うんですけども、これらに共通する、まあ、特徴って何だと思いますか？実は管楽器っていうのは、まあ、細長い筒ですよね。この中に空気が閉じ込められてて、それに振動を加えることで、まあ、空気を揺らして、まあ、音を出すっていうのが、まあ、管楽器と呼ばれるものです。で、管楽器はまあこういういろいろな、まあ、形をしてるんですけども、高校ではこの細長い筒ですね、このタイプです。このタイプ の、 筒状の楽器に管楽器についてやるので、まあ、それについて話をしていきたいと思います。これ右、左がリコーダーで右がクラリネットです。まあ、左のリコーダーっていうのは、両側がこことここ実は開いてるんですね。で、こういうのを開管というふうに呼んでます。で、それに対してクラリネットは、ここ開いてないですよね。で、口でこっち側完全に閉じてしまうので開いている閉まってるで、まあ、こういうのを閉管の楽器というふうに呼んでます。で、実は管楽器も吹くと倍音が生じるってことが分かっています。で、この快感の楽器であるリコーダーっていうのはどうなってるかっていうと、まあ、実はこのような定常波っていうのが生じるってことが分かっています。で、なんでこうなるかっていうのは高校の物理で詳しく、まあ、勉強するので興味があったら考えてみてください。で、快感の場合には基本音2倍音3倍音という形で、まあ、こういうような倍音が生じる。で、それに対して、閉管であるクラリネットっていうのは基本音3倍音5倍音っていう形で、ちょっと倍音の出方が違うんですね。このような、まあ、倍音の出方の違いはあるんですけども、実は管楽器も倍音が生じるっていうことになります。はい、それでは管楽器のスペクトルを見ていきたいと思います。まず快感の楽器であるリコーダーの音を聞いてみたいと思います。このように、まあ、スペクトルが出てきますよね。一番左側にあるのは基本音2倍音3倍音っていう風になってます。それぞれ 0.8、1.6、2.4 っていう風になってますよね。で、快感のスペクトルの特徴が現れていると思います。リコーダーはこの波形、上の波形も綺麗ですね。で、次に、閉管の楽器である、クラリネットの音を聞いてみたいと思います。これがクラリネットのスペクトルなんですけども、一番左が基本音ですね。で、2倍音が鳴ってないの分かりますかね。で、3倍音が鳴ってて、4倍音が鳴ってない。で、5倍音が鳴ってるっていう形ですね。このように、
まあ、閉管のスペクトルの特徴が出ています。まあ、ちょっと6倍音が鳴ってるのは、ちょっとよくわかんないんですけども、まあ、そういうふうになってると思います。波形もですね、結構さっきと比べるとかなり複雑なんじゃないかなと思います。リコーダーとクラリネットのスペクトルの比較です。リコーダーの場合には基本音2倍音、3倍音。で、クラリネットの場合には基本音3倍音、5倍音っていうのが鳴っていました。このように、まあ、スペクトルが異なると、弦楽器のとこでもやりましたが、波形が異なってきます。まあ、それに伴って、まあ、リコーダーとクラリネットっていうのは音色が違ってくるわけです。